始まりました。革命 D リストを開封していきましょう。ワンダグーで、買ってきましたということですね。まあ、5ゴッドシュクレとかが入っております。ウルトラカードがですね、ウルトラレアカードが4種で、スーパーが5種で、レアが10種で、ノーマルが26種ですね。はい、ということで開封していきましょう。はい、では開けていきます。1パック目。受け入れがたい結果、グランディエール、これ当たりですかね。スーレアですね。はい、出現。お、エレメンタルヒーロー、スパークマンのこの絵柄欲しかったんですよ。ありがとうございます。アルバレストで、一斉放棄。はい、3パック目。お、ブラックフェザーの、あ、じゃブラックフェザーじゃねえ、フェザーマンのこの絵柄、イービルヒーロー版ですね。はい、ビジョンヒーロー。はい、4パック目かな、4だね。はい、ビーファースネクスト、また受け入れがたい結果。お、ビジョンヒーローポイズナーですね。はい、5パック目、バーストレディが入っててほしいな。メタルスケルトン、ファースト、ネクスト、エンチャン、ギアゾンビ、わからない。そのテックなんちゃらとかいうの使ってないんで。デューガーレス、はい、何が当たりかわかんないな。はい、では、何発目だ。ビジョンヒーロー、マルティプリガイ、またフェザーマンのこれかよ。バーストレディがいいんだっつうの。はい、アンちゃん、ビーフォース、なかなか出ねえな。ふーちゃん、お、やべ、マジか、こんな出ねえんだ。お菓子の家、狙いが来なかった。ファーストレディ来なかった。もう最悪。まあいいや。